ここちょっと天井が上がってます、はい、あ、そうなんですね。20センチぐらい上げれるだけ上げましたね、うん、なるほど、はい、通常だとここ2400、あ、うん、なるほど、なんですけど、うん、まあ、なるべくこの上げれるだけ天井高を取りたいってことで、うん、2400からプラス20センチ上げて2600の天井になってます、はい、だからちょっと広く見えるんですね、うん、そうだと思います、うん、はい、であとは、はい、ここもはじめスタディーコーナーがご提案の時にはあったんですけど、そうなんですね、あの奥様のちょっとワークスペースだったりとか、うんうん、あとはなんか子供がちょっと勉強できるようにしたいなとか、うん、お子様がね、そんなのもあったんですけど、うん、最終多分勉強しないなっていうここでは勉強しないかもしれないってことで、うん、であればまあチェストとか置けるといいですよねっていうので、うん、まあ購入していただいて、はい、ここはお子様のものが入ってるってことでしたね。あ、こういう感じで本当ですね、はい、入ってますと。であとは結構ランドセルが生活感が出てしまうのでっていうので、うん、なんかねランドセルがここに帰ったらしまわれるそうです。なるほど、お子様が帰ってきたらここにしまって、そうです、はい、そう、結構やっぱり生活感、インスタとか見てでもランドセル置き場に困ってる方とか結構多いみたいですね。確かに皆さん工夫されてて、でランドセルが入るチェストを購入したって、なるほど、はい、おっしゃってました。ランドセルを使わなくなったらそこは収納としてますね、うん、はい、って感じになってますので、ここはお子様専用の収納スペースになります。いいですね、いいですね、うん、すごい生活感をあまり出さないような工夫がたくさんされてますね、うん、そうですね、うん、そうで、さっきもお話したんですけど、うん、このここのスタディーコーナーをやめて、はい、ここカウンターにして、はい、勉強できるようにしようかなとか、あ、なるほど結果なくなりました話し合っていくうちにこうどんどん決まっていくのはいいですね、うんうん、でもね、打ち合わせの中で一番時間を決めたのはここです、はい、このバルコニーの広さをどうしようかっていうのを、そうなんです、ね、それはすごい悩んで、うん、本当にそれすごい悩んで1回の打ち合わせそれで終わりました。あ、すごいそう、それ以外は本当にほぼもうトン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 って決まってったんですけど、あ、そうなんですね、一番そうそう、ここをどうしようってなって、で結果一番初めに戻ったんです。あ、悩み抜いた末のそうなんかもう笑いながらすいませんすいませんみたいなでもこの時間がすごい大事だなって思ったし、結果やっぱり先ほどリビングを広くしてよかったですっておっしゃっていただけたので、うん、はい、後悔しないためには必要な時間ですね。そうです、そうだ、いいこと言ってくれますねはい、その通りです、はい。続いてダイニングの方なんですけど、はい、ダイニングキッチンで今回はリクシルさんのキッチンですね。ここのシンクもあれですよね、人造材石が嫌だ、いやちょっと嫌だなっていうことだったので、うん、ステンレスに変えられましたよね。あ、そうなんですね、うん、そう、うん、洗い物が気にせずできるかなっていうので、うんうんうん、なるほど、はい、確かにステンレスされました。めっちゃ綺麗にしてくれてすごい綺麗ですね、うん、はい、でこのカップボードの高さもどうしようかとかって話をして最終高くしましたね。なのでここも本当にあのお客様によって使い方って変わってきます、はい、はい、でちょっとしたものを置きたいっていうのもあったので、うん、ここにあの棚を作って今回つけましたね。なるほど、なんかコーヒー豆もすごいおしゃれに置いてあるし、うん、いいですね。であとはここがね、はい、ちょっとさっきあの収納を説明を聞いて、はい、めっちゃちょっと感動したんですけど、はい、あの開けますね、はい、こんな感じにしっかり、すごい上まで収納あるんですね。はい、なってます。でまあここをなんか初め打ち合わせの時にここはパントリーとして使いましょうとか、はい、でここは奥様の書類関係しまいましょうとか、はい、でこっちはお子様の収納にしましょうって話はしました、はい、でも実際やっぱりパントリーが結構余裕ありましたっていうので、なるほど、はい、であの無印さんとかニトリさんの収納ケースとかを購入して、うん、うまくこうどこに何が入ってるかっていうのも全部分かりやすく、本当ですね、はい、体の勉強とかもされてるので、うん、あの奥様のこの勉強道具とかも、はい、お仕事関係のものもしっかり入ってますね。あ、はい、さりげなくこのプリンターが入ってるのもいいですね。すごい、気づかなかったね、はい、やっぱりここも、うんうん、
書類関係が多いのはずっと聞いてたんですけど、うん、でもこんなに綺麗にしまってもらえるとは思わなかったですね。すごいですね、うん、リビングがこんなにすっきりしてるのも、うん、これだけ収納があるからそうですよね、きっと、うんうん、でね、もう一個工夫があって、うん、はい、さっきここに子供、お子様のスペースがありますよっていうので、はい、はい、な感じなんです。開けます。そう、やはり子供はまだリビングで着替えるっておっしゃってたんで、うんうん、お子様のお洋服とか、はい、かわいいそうで、しかもそう、突っ張り棒で作ってくれてるんですよ。あ、本当ですね、はい、でここで着替えるのって一瞬だから、うん、将来使わなくなった時に、うん、こう取り外しができるようにっていうので突っ張り棒で。なるほど、めちゃくちゃ収納上手。すごいですね本当に、はい、確かにそうですよね、うんうん、なんかついつい棚を作らなきゃって気持ちになっちゃうんですけど、そうそうそう、なっちゃう、そう、うん、でもやっぱりこの収納っていうのはその時その時にしまいたいものって変わってくるので、うん、そうですね、そう、手に作り込みすぎず、うん、はい、この合わせて、ね、うん、突っ張り棒とか工夫がいっぱいあるので、うんうん、こんな感じになってますね、はい、ありがとうございます。鈴木さん、はい、この照明もすごい素敵ですね。素敵でしょ。素敵です。なんですけどこれ私提案してない。あ、そうなんですね残念ながらかったんです、はい、これはお世様がご自分たちでインテリアショップに行っていただいて購入していただきました。なので打ち合わせの時に決めれなかったんですよ。あ、決めれなくって、そうなんですね、うん、それでだったらもうダクトレールをつけとくので、うん、まあ、おしゃれなのは打ち合わせをしていて分かったので、うんうん、なるほど、はい、なのでもうコーディネーターにもここにはダクトレールをご提案しようと、うん、おしゃれなものを選んできてくれるよと、うん、はい、案の定ちゃんと、はい、おしゃれなものを選んでくれました。あの、実はずっと気になってたんですけど、はいはい、今回床は無垢材になりますか？これ、うん、違うんです、無垢じゃないんです。今回そうなんですね、5番フローリングなんですけど、大鳥建築の標準は無垢フローリングなんですけど、うん、はい、で奥様も無垢とか木、木ってすごい好きなんだけど、はい、無垢材は、うん、唯一ちょっと気になるのは、はい、この乾燥シーズンになるとこの隙間が、うん、あ、なるほど、出てくるのが気になるっていうことで、うん、ちょっとそういったお声をいただいたので、うん、であれば一番上が無垢材になっているフローリングがあるので、はい、こういったものを使いませんかっていうのをご提案させてもらって、そう、合板フローリングなんですけど、うん、一番上の仕上げが無垢材になってます。なるほど、はい、だから雰囲気はすごい素敵な感じで、そうです、うん、感じになってます。うん、はい、だから無垢は好きなんだけど、はい、例えば気になるポイントってお客様によってそれぞれ違うので、うん、やっぱりそういった声を遠慮なくこう聞かせていただけると、うん、我々もそのお客様に合ったものはご提案できるので、なるほど、遠慮なく言ってください。じゃんじゃん、はい、はい、いい感じですかね、うん、はい、はい、で、あとね、ここに、はい、ここ2階リビングなので、はい、ピンポーンって、はい、なったらここで、ここで対応ができるようになってます。すごい、はい、そうなんですね、うん、これはもう初めから採用したいっておっしゃってましたよね、うん、あ、はい、2階リビングにするんだったらもう、うん、わざわざ1階に、うん、まあ、一番お子さんですよね、お子様が帰ってきた時に、あ、はい、なるほど、はい、1階に行かなくてもいいように、ここで、はい、うん、はい、お帰りって言ってあげれるように。うん、私たちが今日来た時はちゃんと下まで降りて迎えに来てくれたんですけど、ありがとうございます、はい、うん、どうですか、上り下りって不便感じたことあります？大丈夫ですか？うん、結構皆さん2階リビングにするときにこの1階、まあ、2階がメインになるとこの上り下りが増えるんじゃないかっていうのを気にされてて。確かに、うんうん、そうで、中には例えば郵便物がたくさん届くお家だったら、うん、玄関先に宅配ボックスを置いておいて、うん、ピンポンって来たら、まあ、宅配ボックスの中に入れておいてくださいって方とかもいらっしゃいますし、なんで、うんうん、その上り下りはそんなに2階リビングの場合気にしなくてもいいのかなっていうのは今までの OB さんの話とかも聞いても、うんうん、なるほど、思いますね。唯一やっぱり、うん、ちょっと大変だったのが家電の搬入ですよね。あ、なるほど、そう、冷蔵庫が一番大変でしたよね、はい、なのでちょっとその辺もしっかり、うん、どういったものを入れたいかとか、うん、だいたいこの私たち確かこれぐらいの幅だったら入れられますよっていう図面を渡した記憶があります。あ、そうなんですね、はい、
でもね、電気屋さんはね、やっぱり新築はね、嫌がるんですよ。そうなんですか。引っ越し屋さんは開けてくれるんですけど、電気屋さんごめんなさい。傷つけたくないっていう。そうそういうことです、そういうことです。皆さん、いかがでしたでしょうか。日進市の2階リビングのモスグリーンのお家。はい。敷地が34坪で 4LDK のお家になります。トレーニングルームもあるよ。はい、この動画を見ていいなって思っていただいた方、チャンネル登録お願いします。またインスタグラム、ホームページでも随時施工例アップしておりますので、ぜひご覧になってください。はい、であと大鳥建築では定期的に無料相談会も開催しておりますので、ホームページから問い合わせフォームに行っていただければ、皆さん誰でもご自由にご参加できますので、皆さんのご来場お待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございます。